栄えある第1位が、皆さんごきげんよう、沙織です。私がプロデュースしているアパレルブランドメゾンエシェルのゴールデンウィーク企画、皆さんご覧いただけましたでしょうか。インスタグラムやこの YouTube チャンネルのコミュニティ投稿でご案内させていただいてたんですけれども、私が今着ているこちらの新作のブラウスのカラー展開の候補の5色のうちから皆様のご投票で上位3色が商品化するという企画をやっておりました。でですね、その投票期間が終了いたしまして、たくさんのご投票いただきまして本当にありがとうございました。私もね、どれになるのかなってすごくワクワクしながら見ていたんですけれども、ついに結果が出ましたので今日はそちらを発表していきたいと思います。でその後に商品の詳しい説明やカラーに合わせたおすすめコーデなどもご紹介していきますので、ぜひお買い物の参考にしていただけたらと思います。ということで、ゴールデンウィーク企画メゾンエシェル推しカラー投票会、こちらのはしごレースビッグカラーペプラムブラウスのカラー展開発表していきたいと思います。じゃあ3位から発表していきますね。ではまず第3位がピンクです。おめでとうございます。ピンク推しの皆さん、いただいたご意見の中には、このピンクは大人世代でも着やすいピンクだからピンクにしましたっていうお声が結構、ね、多くいただいていました。そして次第2位がホワイトです、はい、今私も着ているこちらのホワイトでございます。やっぱりもう定番っていうことで選ばれた方がすごく多かったです。そしてやっぱりこの綿素材のブラウスの清潔感のある印象だったり、コーディネートのしやすさ、あとは甘すぎない印象で着られるとか、会社にも着ていきやすいなどのご意見をいただいています。はい、そしてついに最後ですね、最後ですね、栄えある第1位がライトブルーです。おめでとうございます。ライトブルーとっても人気でした。そう、私もね予想していて、やっぱりブルー人気かなとは思ってたんですけど、やっぱり人気でしたね。日頃からメゾンエシェルのこうアンケートとか取らせていただくときに、ブルーのお洋服欲しいですっていうねお声いただいてたりしたので、根強いブルー人気がねあったんだなっていう感じで、まあ、ブルーも中ではこうちょっと寒色系なこともあって、爽やかな印象だったり甘すぎない印象で着られるっていうのもすごくね支持されたポイントだったのかなというふうに思いました。はい、ということで、ライトグリーンイエローにご投票いただいた皆様には本当に申し訳ないですけれども、でもどの色も本当に可愛くて選べないっていうねお声たくさんいただいてたので、きっとこの上位3色もね皆さんに気に入っていただけるんじゃないかなと思っているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。じゃあ次はちょっとこのブラウスの詳細などをご紹介していけたらと思います。まず商品名がはしごレースビッグカラーペプラムブラウス、カラー展開が今発表させていただきましたが、こちらのホワイトとライトブルーとピンク、この3色展開になりました。そしてサイズは S と M の2サイズ展開で、お値段が税込み 14,300円です。でこのブラウスは、まあ、皆さんもねご存知かなと思うんですけれども、メゾンエシェルの立ち上げの時から長袖バージョンが大変ご好評いただいておりまして、メゾンエシェルのアイコン的なこうブラウスなんですけれども、そのノースリーブバージョンでこうペプラムのシルエットのものを夏物で今回作らせていただきました。でですね、ちょっとお値段について軽くお話しさせていただきたいんですが、この長袖のタイプより少しお値段が上がってしまっております。それにね、気づかれた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、これは決して利益を取ってやろうみたいなことでは全くなくって、昨今の円安の影響で原価がどうしてもぐっと上がってしまいまして、私たちもできる限り頑張らせていただいたんですけれども、長袖のものに比べるとちょっと販売価格が上がってしまうということになりました。ただこれね、本当にこの素材もよくって、お持ちの方ご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ着やすいとご好評いただいてるので、ちょっとこれから素材などもねご紹介していきたいと思います。まず襟元デザインはこんな感じです。ビッグカラーでして、この顔周りすごく華やかに見せてくれます。で襟の端にはブランドシンボルのはしごレースを施しております。
そして一番上のボタンが一粒パールボタンになっています。で、身頃はこのような感じで少しハイウエストの切り替えになっていて、ペプラムのデザインになっています。このね、ウエスト部分にはギャザーとかは寄せていなくって、ナチュラルな感じでこうフレアを作っているので、ここのシルエットがあまりね甘すぎないので、すごく着ていただきやすいんじゃないかなと思います。で、よくいただくご質問なんですが、まず洗えますかっていうご質問。洗えます。ご自宅で手洗いしていただけます。そして次、シワになりますか。こちらはコットンポリエステルの素材でして、コットン 55% ポリエステル 45% です。なので綿 100% のものに比べるとシワになりにくくって、お手入れとかもとても、ね、しやすい素材となっています。あとは UV カットの機能もある素材です。お洗濯の時のポイントとしては、手洗いをしていただいたらびしょびしょに濡れたままハンガーに干していただくと、シワも綺麗に伸びてくれて、私はアイロンせずに着ています。で、よくこの襟の部分を洗濯すると形崩れちゃうんじゃないのってね、いうご質問いただいたりするんですけど、ここも洗濯機で洗ってぐるぐるってやって脱水とかしちゃうと、全体的にくしゃくしゃっとなっちゃうじゃないですか。で、形が崩れる原因になっちゃうんですけど、普通に手洗いしていただいて、びしょびしょのまま干して、その時にちょっと簡単に形をね、襟の部分整えていただけたら、綺麗にこのまま乾いてくれますので、襟もちゃんと綺麗に仕上がります。ちなみにこの襟ですね、ここをピロンって開けるとこっち側がちゃんと縫ってあるので、形はね、とても崩れにくく、そう、綺麗に着ていただけるかなと思います。多少この折れ目が甘くなってきたら、アイロンとかかけていただけたら大丈夫です。いただくご質問としてはそんな感じが多いかな。他に何かあったらね、ぜひコメント欄に残していただけたらと思います。で、今回こちらのブラウスはサイズ展開が S と M の2サイズ展開となっております。寸法表はこちらです。 S と M の着用感をご紹介していきたいと思います。まず今私が着ているこちらホワイトが S サイズです。私が身長159センチで、普段 S サイズを基本的には着てるんですけれども、それでこんな感じのシルエットになっています。アームホールはそこまで広くはないんですが、ピタッとしてるわけではないので、中にキャミとかを着てあげるといいかなと思います。そして M サイズの着用感がこんな感じです。ちょっと商品化しなかった色で申し訳ないんですけれども、サイズ感このような感じになっています。大きく違うところはこのバスト寸法になっています。バスト寸法が3センチほど変わってきますので、寸法表チェックしてお選びいただけたらと思います。はい、ではおすすめコーディネートをご紹介していきたいと思います。まずはホワイトからなんですけれども、まあホワイトはね、もう皆さんも選んでいただいた理由として、やっぱりコーディネートしやすいからっていうのがねあったと思うので、まあ、正直ボトムスは何でも合います。なので、もうお好きなもの合わせてくださいっていう感じなんですけれども、まあ、デニムはね鉄板でめちゃくちゃ爽やかな印象になるので、個人的にはとってもおすすめでして、甘めな雰囲気もあるブラウスなので、ボトムスにカジュアル要素を入れてあげるとバランス的にもねおしゃれに決まるかなと思って私すごく好きなコーディネートです。で、デニムはこのホワイトに限らずピンクでもブルーでもすごい相性がいいので、どのカラーにもとてもおすすめです。はい、そして次のコーディネートはこちらのアイラインシルエットのスカートを合わせたコーディネートです。このブラウスがペプラムシルエットなので、まあ、一見パンツしか合わないんじゃないかなって思われる方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、こういったねアイラインシルエットのスカートだとすごくレディーライクな印象で合わせていただけます。で、このブラウスがそんなに着丈が長すぎないっていうのと、あとウエストの切り替え値が少し高めなので、こういうねスカートともすごい相性バッチリで着ていただけるので、ちょっとこうレディーライクなコーディネートしたいなとかスカート派の方は、ぜひこういったスカートと合わせていただけたらと思います。
はい、そして次はこちらのテーパードパンツで合わせてみました。これはメゾイシェルで発売していたテーパードパンツなんですけれども、鉄板ですよね、ペプラムのブラウスにテーパードパンツは。なのでお手持ちのものでね、ぜひ合わせていただけたらと思います。で、あとこのブラウスでいいところはカーディガンを羽織って襟を出すとめちゃくちゃ可愛いっていうねところでして、カーディガン合わせていただくとこんな感じになります。可愛いですよね。これはあの春物のミラノリブバイカラーニットカーディガンです。こういうちょっと短めの丈でもペプラムシルエットなのでバランスよく着られますし、ダボっとしたちょっとミドル丈ぐらいのゆったりカーディガンでもこう抜け感が出て可愛いので、いろんな、ね、タイプのカーディガン合わせていただけるかなと思います。はい、そして次はブルーのコーディネートをご紹介していきたいと思います。今回はですね、パンツをワイドパンツで合わせてみました。ユニクロのタックワイドパンツのナチュラルのカラーです。で、あとスニーカー合わせもしたいなっていうねお声もライブの時とかいただいてたのでちょっと合わせてみました。なんかね、こういうスニーカー合わせだったりカジュアルなアイテムと合わせてもブラウスがね可愛いのでカジュアルになりすぎなくてとってもおすすめです。で、色合わせ的には私ね、グレーのニューバランスのスニーカーで合わせてみました。ブルーとグレーの相性はすごいいいので、そう、小物とか、ボトムスにグレー持ってきてもいいし、合わせてあげるとね、感触コーデでとっても可愛いと思います。あとこういうスニーカーを履いた時にバッグはこういう感じで斜め掛けにしてあげるとまたこれもね、カジュアルな感じが出て全体的にね、統一感が出ると思うので、なんかこうミニバッグ斜め掛けとか可愛いと思うんですけど、ぜひね、その時はこの襟の下にこのショルダーストラップを入れて持っていただけるといいかなと思います。上からでももちろんいいんですけど、ちょっと襟がさ、こうクシャッとしちゃったりすると思うので、下にこうやって通して持ってあげると見た目にもとってもスッキリして綺麗なので、よかったらね、この襟の下に持ってきてみてあげてください。はい、そして次はこんな感じのコーディネートにしてみました。もうブルー×ホワイトは鉄板、超爽やかコーデでね、清潔感もバッチリかなと思うんですけれども、今回このフレアスカートと合わせています。このスカートが昨年の夏物ですね、メゾンエシェル の、 あのハシゴレースのオーガニックコットンのスカートです。お持ちの方はね、ぜひこんなコーデもしてみてください。で、このペプラムブラウスがペプラムではあるんですけど、そんなにすごい広がってるわけじゃないので、フレアスカートにインする程度であればこの辺もそんなもたつかずに着られるので、普段フレアスカート派の方はぜひインして着ていただけるとまた違った楽しみ方もしていただけると思うので、ぜひこんなコーディネートも楽しんで見てください。はい、そして次はですね、またフレアスカート合わせなんですけども、やっぱりブルーといったらネイビー合わせ可愛いですよね、ということでこちらのね、アウディーレのスカートで合わせてみました。ネイビー派の方とかはね、ブルー選んでいただくとすごく可愛いコーデできるんじゃないかなと思います。はい、そして次はピンクのコーディネートをご紹介したいと思います。ピンクもね、このデニム合わせがすごい可愛いのでちょっと着てみました。ピンクは中でも一番甘めな印象にはなると思うんですけど、合わせるアイテムによってこんなカジュアルな、ね、着こなしもしていただけます。で、バッグもこのメゾンエシェルのバッグ、今ご予約いただいている方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、ピンクと合わせていただいてもとっても可愛いので、ぜひね、ピンク好きな方はピンクコーデも楽しんでみてください。は
い、そして次はこちらのプリーツスカート合わせにしてみました。こちらのスカートはメゾンエシェルで昨年の SS で発売していたプリーツスカートです。そのチャコールグレーのカラーです。ちょっと黒っぽく見えるかもしれないですけどグレーです。ピンクも、まあ、ブルーもそうなんですけどグレー系との相性もすごくいいので、ダークトーンだと、まあ、ネイビーとかでもいいんですけどネイビーグレーとかそのあたりとコーディネートしていただくとちょっとこなれ感が出てくると思うので、ぜひお持ちの方は合わせてみてください。はい、ということでこちらのブラウスの着こなしをご紹介させていただきました。では最後にこちらの発売日時などの詳細についてお伝えしたいと思います。今回ご紹介させていただいたこちらのはしごレースビッグカラフェプラムブラウス、こちらが受注生産となっておりまして、発売日が5月1日水曜日の20時から5月12日日曜日の23時59分までとなっております。この期間中にお求めいただいた方には7月中旬から下旬頃のお届けとなります。でちょっと注意事項なんですけれども、今回こちらのピンクのカラーが生地在庫に上限がございまして、といってもめちゃくちゃ少なくて秒でなくなっちゃうとかっていうほどめっちゃ少ないっていうわけではないんですけど、上限がありますので、もう絶対ピンク買おうって決めていただいている方はなるべく早めにご注文いただけると安心かなと思います。今回はね、新たな試みでちょっとね、皆さんから投票していただいて、このカラーをね、決めるっていうのをやってみました。すごくこうワクワクしながら投票しましたっていうお声とかもいただいていて、皆さんにも少しでもお楽しみいただけたかなと思って、私も嬉しく思っています。今後も積極的に皆様からいただいたお声をこう商品に反映していけたらなというふうに思っているので、まあ、こういったカラーだけではなくて、何かこうご意見とかご要望、こんなお洋服欲しいとか、こういうお洋服がなかなかなくて困ってますとか、そういったご意見などもありましたら、ぜひこちらの動画のコメント欄やあとは DM などでも大丈夫ですので、教えていただけるととても嬉しいです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。かわいい服でちょっといいこと。かわいいと思ったお洋服が実は世界にちょっといいことしている。メゾンエシェルはかわいいも地球や動物に優しいもん、どちらも叶えたいあなたのためのブランドです。一着の洋服を長く楽しむ、それも地球のための第一歩です。トレンドに左右されないけど無難じゃない、ここでしか買えない心ときめくお洋服をお届けします。お洋服の大量生産の背景には、一度も袖を通されずに廃棄されてしまうお洋服がたくさんあります。メゾンエシェルではそんな悲しいお洋服を少しでも減らせるよう受注生産という形をとっています。また過去商品で欲しいと思ってくださったお洋服があればいつでもお知らせください。商品ページに再販通知ボタンがあるので、こちらにメールアドレスをご登録いただき、特にお声が多かった商品は再販を検討させていただきます。トレンドに左右されないデザインだからこそ、来シーズンもそのまた先も何度でもリバイバルします。配送時の梱包は極力シンプルに、ゴミ削減のため不要なものは入れていません。後片付けが楽だったとお客様からもご好評いただいています。かわいいといいことをつなぐはしご、今と未来をつなぐはしご、思いが一緒の人たちをつなぐはしご、それがメゾンエシェル。